住宅の屋根に登った消防署員たち。手には網のようなものが、肩には猟銃のようなものも見えます。これはおととい小松市中心部にある住宅街で繰り広げられた熊の大捕物です。この4時間前朝から消防や市の職員が必死になって探すクマ。なぜならここは小松市の中心部、市役所横の路上公園が封鎖される事態にも発展しました。不要不急の外出はお伝えいただきますようお願いいたします。クマが最初に目撃されたのは先週金曜日の夜、さらに午後10時過ぎに。クマが道路にいた。 JR 小松駅から北におよそ800メートルほどの住宅街でドライバーが相次いでクマを目撃。翌日未明には丸の内中学校の裏でクマの糞が見つかりました。なんかそこにクマいるみたいなんですけど。びっくりと怖いなと思う。小松市は市民に対し外出自粛を要請。新型コロナではなくクマによる要請は初めてのことです。そして動きが、あ、それがクマの糞ですか。昼過ぎ、住宅の庭でクマが目撃されました。かわらしい顔しとったけど、こんな町の真ん中のこんなとこで何食べるもんもないもんね。その後行方が分からなくなったクマでしたが、午後3時40分ごろ、近くの住宅の庭に潜んでいるクマを発見。警察や消防署員などが網で包囲しました。睨み合うこと3時間。クマの捕獲が完了したようです。クマを乗せたトラックが出ていきました。クマは麻酔銃で眠らされ捕獲されました。ここにまさかクマが出るとは本当に思ってもなかったんで。しかし今日、学校の敷地内にある芝生のこちら、これがクマの足跡とみられます。この先点々と続いていて、ここにあるのがクマの糞です。雨に濡れていないため比較的新しいものとみられます。普通出ませんよまん怖いわね、それはクマさんも大変やんな、生きていく上には見つかったのは午前7時過ぎ。おととい捕獲したクマとは別のクマの糞とみられます。このため小松市は今朝再び市民に不要不急の外出自粛を要請しました。今のところクマの行方は分かっていません。